はい、こんばんは、高野です。今回ですね、NDL e スポーツの5人戦の様子をお送りしていきます。先日もですね、シリアパラダイスとの一戦をお送りしたんですが、今回はそれの次の対戦ということですね。まずオンにですね、ペカスパなんですけど、EAT セット投げて援軍を釣っていくんですが、まあ、テスラに反応して EAT がちょっと外側に行っていて、まあ、援軍がね、まあ、釣りたかったとは思うんですが、釣れなかったということで、まあ、そのまま食い火を始めていきます。テスラがですね、折れているので目の前から食い火出せるのは結構でかいですね。で、ここ穴消していくことによって、タウンホールを食い火で落とすことができます。はい。で、まあ、こんな形でおでんに殴られるので、もう一発レイジが必要になるんですね。はい。で、しっかりレイジを打っておいて、で、クイーンがですね、ちょっとトルネに引っかかってしまって、ポイズン効果に入っていくんですが、まあ、援軍がアイゴレなのであまり影響ないかなといったところですね。はい。まあ、アイゴレさんといった援軍で非常にクイーンがね止まってしまってめんどくさいんですが、ペカスパを、出していくと。で、これですね、真ん中にジャンプはかけていくんですが、ペカスパとで、キングネクロは基本的にね、クイヒーと別行動、まあ、外を回していって、クイーンだけで中を、担当するといった、プランですね。はい。で、まあ、このプランの少し難しいところは、まあ、ヒーラーをですね、ペカスパにスイッチさせない分、まあ、ペッカとかね、もう一体もいないのが見てわかると思うんですけど、まあ、ペッカとかはね、結構死にやすい、早く死にやすい、ですが、まあ、クイーンで真ん中を担当させることによって、ね、かなりアドが取れる配置に関しては、まあ、こういった感じですね、ヒーラーをスイッチさせない、方法が、かなり刺さる場合がありますね。はい。いい例ですね、これは。はい。で、次ですね、ザーチンですね。これは、これ 5V で死ぬほど見る配置なんですけど、どういったところか。あ、インビジミスってますね。インビジミスってて、ドラグバーなんですが、おそらく奥のと、ウィズ島を壊したかったんじゃないかなと思うんですが、ドラゴンをタウンホールに展開していく。ドラグバー、裏突でタウンホールを落とすことが多いんですが、これに関しては関係ないといったところで、ここのボマーが美味しいから裏突はしないといった形ですかね、ニジの。はい。まあ、これよくある配置なんですが、よくあるタイプだと、ニジがマルチ IT なんですけど、まあ、これに関しては、シングル IT といったことで、まあ、コウモリが刺さるということですかね。はい。で、ウィズトンタゲをうまいことドラゴンで取ってから、バットを始めていく。これ、クロークをね、使いたいんですけど、使ったら、投石にコウモリが焼かれるんで、クロークはなるべく最後まで温存していますね。まあ、これすごい大事なんですけど、はい。で、クロークを使って最後のフリーズ。で、ギリギリ、コウモリが、全部死ぬことなく全開と。まあ、この相手ですね、めちゃくちゃ綺麗な、撮り方があるんですけど、多分ね、あと2本ぐらい後の動画にね、出すかなと思うんで、まあ、そちらも、今後見ていただければいいかなというふうに思います。次ですね、これも見る配置だな、なんか、日本人で誰か使ってたかなと思うんですけど、忘れましたね。はい。次、スグルさんですね。これはクイヒラバルですね。うん、まあ、いろいろ撮り方はこの位置あったかなと思うんですが、まあ、これは、ランチャーを使った食い火ラバルということで、この真ん中のマルチ IT 区画にランチャーで穴を開けていくことによって、最後のですね、奥のタウンホールまで食い火で見ていこうといった算段ですね。はい。で、ランチャーを出していくと。で、外にそれないようにカットですね。まあ、ここベビドラとかでもいいんですが、スーパーバーバリアンですね。まあ、結局バルキンを使ってるんで、結構枠は使ってしまっているんですが、まあ、スーパーバーバリアンでサイドカット。で、ここでランチャーですね。これ全開通しましたね。はい。で、これ真ん中の壁とかね、かなりちゃんとレベル上げておかないと、こういったランチャー戦術が刺さるんですが、まあ、この壁レベルでも全然関係ないと、いったところなんですよね。はい。で、まあ、ランチャーが強いで、でも、真ん中のね、マルチ IT が2本あるんですけど、こちらをもう1本はですね、ロイちゃんで追っていきます。で、あとはですね、もうこのレイジとかもまあ全く必要がないかなといった形で、かなり呪文も余って、良いの全開と、まあ、食い火でですね、投石とマルチ IT とシングル IT と、敵のヒーローと、あとはですね、タウンホールまで落とせているので、かなりアドが取れているかなと思います。はい、今回はですね、まあ、前回が参考だけなので、まあ、短い動画になるんですが、いかがだったでしょうか。まあ、今後もですね、引き続きですね、5人戦の様子とかもどんどん、上げていけたらいいかなというふうに思っています。以上です。ご視聴ありがとうございました。